久保さん、おはようございます今日はちょっと晴れましたねいい感じですねはいちょっと晴れたんですけどこれねこれのでかいやつ壊れまして壊れちゃいましたちょっとすげえショックなんですけど <laughs> こんなでかいんだけど壊れるっていうね どうするみたいな。いやーやっぱ、あれですよね。いつか壊れるし、いつか年取るし、いつか。なんかね、やっぱね、こうさん、昔と比べるとやっぱ体力落ちましたね。なんか、歳を感じます。もっと昔、若い時はもっといけたのかなっていうのはね、あったんですけど。なんか なんか腰が痛いですもん腰が痛い <laughs> 昨日ね8時間ぐらい運転したんですけど、まあ、まだ精神的にはまだ運転できるっていうあれだったんですけどでもね体がやっぱ腰が痛いですね8時間運転してると <laughs> でもねぐっすり寝れましたけどね、うん、ぐっすり寝れました久しぶりにその労働みたいにしたんで いつも座ってるだけですからね。うん、なんかね、隣こっちね、山側なんですけど、うん、あっちは海なんですよ、うん。ちょっと海側、どんな感じか見,て見ようかな。はい、では。